がさえずるい、いくらとくらいのこんな心地よい朝、月曜のメランコリーが注ぐコーヒーがそそるコントラスト、無機質なアラームが響けば、整った文字の裏に隠れた不機嫌そうな顔をしてる君が、思っても見なかった言葉を僕にぶつけたんだ。どうせ愛なんか信じられたもんじゃないから、熱したら焦げて熱くなってしまうから、苦しい思いなんかしたって得しないから、なんとかついてきたけど、疲れたなんて気を使わせていたことに気づかなくて、でもバイバイなんてごめんとかって言わなくなって思ってなくて、最愛なんて叩いてないと思った、生まれてきた